優勝し、はい。さあそれでは、はい、呪怨2夜目ですね。2夜恐怖体感呪怨第2夜へようこそ。え、でひたすら降ります。ひたすら降りる、降りる、下る、下る。で途中の壁に予備電池があるそうです。ここからは初めてね、初めて。あー見たくない、見たくないけど見る。これもずっと下っていくの？うん、一番下まで下ってください。途中予備電池気をつけてみてもらって。ないね、電池どんだけ降りるんだ。地下まで行くのね。そう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 。だからドア開いたな。ね。電池ないね。電池ない。あった。あった。それだけ。え、ここに入る感じ？入り。予備電池が一番、扉を開けてください。ここ、はい、多分動画こっからになってると思います。イエス、うわ、わかりました。うわー、あかん、それ開かずの扉。近づいてもらって。え、ここにか、そうです、扉を開けてください。え、開けられないんだけど、A が出ないから。え、嘘。うん、マークが出ないでしょ、 A。 ほんとだ。え、全部開かないんじゃない。近づくと紙が動いて通路を開く。あ、これで開いた。あ、通路は開いたけど、だけど気持ち悪いな。もう髪、あー気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。これ全部じゃあなくした方がいいんですかね。いや、ドアのやつはなくなってないよ、ほら。うん、本当だ。だからドアに入れないんだよ。え、じゃあやっぱまだフラグ回収が足りてないってこと？ここは入れるよ。あ、じゃあそ、あ、それか、レアン室。あ、レアン室、そうです、レアン室の入ってください。いやねー、あー怖い怖い怖い、あかんて、レアン室入っちゃう、素人さんが、あかんて。で、3つあるよ、紙が棺桶の中へ。あ、予備電池だけ。壁に屋上の鍵がかかっているので取る。あ、それですね。で？で、廊下へ。もう出るの？これ。はい。棺桶調べてもらっても大丈夫ですよ。どれを？真ん中？さっきの紙のやつ。どちら、何でも、特に何にも。だけです。何？これ。で、これで？で、非常階段の扉の近く、また向こう行くのか。ずくと非常階段の扉が塞がれてるのを確認します。こいつよく冷静にこう歩けるな。ね、歩ける走りたい。さっきの入ってきた扉の方ですね。あー怖い。それですね。おお！これ開かない。てかこれが塞いでる。で。リモコン入力がありって書いてありますね。なんかもうちょっと
開けれるんですそれ。うわあ。何がどうなってんだこれを。よかった腰がなくて。うわわわわわわ。よかった。でまた恋愛室戻ります。え？また行くのあっち？行きます。それわからんよね。わかんないこれ。怖っ。普通上に行くって思うじゃんね、うん、もう一回向こう行くの。もう一回行って、あの棺桶、真ん中の棺桶を調べてください。もうこれ往復だけでだって電池が2つぐらい減っちゃう。怖い。皆さん大丈夫でしょうか。怖いな。怖いなこれ。ふう怖い。ふう怖いけどもう一杯。真ん中？真ん中を。で非常階段に戻って。また戻るのね。ひたすら登ってください。ひたすら登る。あんだけのことがあって非常階段のドア開けたのに戻るんだねこれ。戻ってまた。なんか端から端まで歩かせる。歩きの天才やな。なんか途中でラッ、あーこれはあれか、多分自然に起こる現象。配信画面はね少し明るくしてるんですよ。凛之助さん頑張りましょう。みんなでみんなでいれば怖くないよ。うちの画面はね、暗いんだよね、俺が見てるモニター。私たち見てるのは結構ね、明るいんで、前回よりほんと見やすくなってるんで、いや、怖さも倍増しますね。でこれで上、上で、屋上まで。屋上まで行くのもすごいな。 おばあちゃんかもしれない。何今のマリかボル。何階が屋上なんだろうか。うわわわわわ。髪の毛やからまだ俺まだマシかもしれない、ね、これでもこれ雲とかだったら俺もう発狂してるぜこれ。ね、虫、ね、今回虫系が出ないからほんといいよね。え、なんだなんだなんだ。まずまたこれか。またゴンさんの戦い。あっち向いてほい。屋上まで行ってください。あっち向いてほいして。これは何なんだこれは。なんちゅうやりとり。何のやりとり今の。わかんない。な多分懐中電灯が嫌いなんですよ。なんか見ないです。ミツコが頭おかしいんじゃねえかと思って。このなんか一番サイコパスなんじゃないかっていう。だって誰もいない病院に一人だけいるのもやばいし。みっちゃん本当に生きてる人。のんびり歩いてるしね。うん、あ電池。これがラストですね。最後のここ開けてもらう。ここに入る。え？あ、大丈夫か。あ、よかった。よかった。それはそうよね。鍵持ってるからね。そうね。ここからラストスパートですね、皆さん。え、何するの？人来たね、今。
柵の奥の人影が早まっちゃいけませんよ、うん、で柵の奥のストレッチャーに近づく。ストレッチャーどこじゃ。ああ、そっちらへん。ストレッチャーなんてないけどね。あ、あ、ペタペタしてる、ペタペタしてる。怖いな。怖いよ、怖いよ。あ、ストレッチャーった。近づいてください。ああ、で、すぐ横に落書きがあると思うんですけど、ストレッチャーのあったところ。ストレッチャーがあったところ…え？なんもない。え？なんだって？なんだって？ここに来てそんな…何をやってるんだ一体。みっちゃん、え、よう登ったなこいつ。よっ、えー、今度え、まだあんの、まだあんの、これ何もできねえじゃん。何？何？あ、エピソードクリア。クリアかよ。死んだと思ったあれ。いやでもみんなこれ、でも死ぬのがそういう物語ですよね。呪いは死んだ者が生前接して戻る。読めなかった。失っちゃいますよじゃないよ。うん、いや、よかった。クリア、やったー。難しい。じゃあね、第3エピソード始まりますね。ちょっとやっとかないとね、多分、うん、体感15分ぐらいで終わってしまうと思うんでね、動画。そうね。荷物がどこだよ、どこだよ、また不穏なさ。団地なんだこれ。え、めっちゃ廃墟じゃないこれ。廃墟。なんでそんなとこにいるの。3だね。この配達が終わったらやっと帰れるよ。すっかり遅くなっちゃったから母さんの見舞いにも寄れないな。それにしても気味悪い団地だな。なんか住んでないように見えないし。あ、配達員よりと。よりと、よりくん、よりくん、なんでまた夜に配達してるの。そりゃ夜昼関係ねえだろ。そっか。これがその宅急便の宅配便。宅急便は宅配便。ちょっとね、初見で。いや、今回これちょっとめちゃ電気が、これ懐中電灯がないとめちゃくちゃ暗いっすね。いや、めっちゃ暗いこれ。将軍さんの方がさらに暗いですよね。うん、俺見私たちもなかなか暗くなってるけど、なんか降りてるね。3って書いてあったから、さっきの、うん、人住んでんのかこれ、うん、道、あー、なんか人があるけど、これは分かってる。電池かな。何の音だこれ。歩いてる。下が砂利道じゃなくて、うん、いや、なんかすれてるような音が。おい、なになに、もう、お、
不安だよな。砂場か。あ、じゃあってか公園です公園ね。だ。おお。音楽。なんでカゴメカゴメ。カゴメカゴメじゃねえや、これ。カエル歌。蛍の光？違うな。なんだっけ、この歌。よかったね、予備電池。ブランコが揺れてる。あ、と、夕焼け小焼けだ。あ、夕焼け小焼け。なかなか不気味だね、こういうとこでね。うわあ！ええ。もう、誰よ、お人形さんっぽいしたの。ダメです何のよ。声？何の声？これ。あ、本当なんか音。声が聞こえる。豆腐屋さん？豆腐屋さん？いや、声だよ、声。話し声聞こえる。うん、予備電、なんか今回ちょっと優しいぐらい予備電池が落ちてる。だけ長いってこと？声らあ、れなんかない。声が。本当だ。そうだよ。いや、声聞こ今える聞よ。こえた。学校かなっほていら。うぐらい。やだやだ。ざわざわしてんだよ、なんか。あ、ここか。うん。あ、よかったよかった。どっか。なんか歩いてる。音がする。せめえな、この階段。に、キンコン、キンコン。そうだね。ね。ピンポンダッシュどころじゃないよ。迷惑だよ。全部だって封鎖されてるね、もん。封鎖してる。とりあえず上まで行っちゃいます。誰送ったんだよ、こんなとこに。ほんと。怖い。怖いけど、それがまた楽こうしい。か。お、住んでるんだ。封鎖されてない。サマリ1？サマリ1だ。あ、ほんとだ。そうだね。確認ね、最後。もう置いて帰れよ、ももう置いて帰ろう。 もうピンポーンじゃないから。半年。怖い。いや、入らんでいいだろう、なんで？あかんって入ったら、ちょっと、おい。置いていけよ。置いてきな。ずーっとキンコンキンコン言ってあ、る。ピンポン。ここのピンポンじゃないですね。なんか他、落ちてないかしら。虫とか出てこねえからまだね。ね、将軍さんの嫌いな虫が。お部屋の中へ。人の部屋に入るな。もう、よりつくん。でも人が住んでる感じなの。住んでないだろ、こ住れ。んでる感じなのか。え？うわ。何これ。ね、もう控えサイにンとサかイン。不在票置いて帰れ不よ、在票。もあ、押し入れ何もなかったです？う。どんがあった？うわ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 。入れな冷い。たい熱帯魚や。入れないですね。なんか押し入れの中とか。なんもない。で、反対開開いくたりしの？ます。開く？開かない。開かない。入れんのかな、これ。入れないね。出るっぽいな。なんか押し入れの中になんかあるっぽいらしいんですけど。押し入れはね、開かないんだよ。
タン押せないからね。うん、ないね。なんか A ボタンを押せないから多分ダメなんだと思う。マークが出てないもん、まず。向こう帰るの？帰っていいの？302号室。え？ 302？ 2号室の302、もう一個かな、302もう一個かな。じゃあ さっきの隣、隣かな。荷物結局まだこれ届けてない状態もしかして。いや分からん。302ってことはこっちか。2号室の入り口脇の段ボール、入り口脇の段ボールってなんかこれか、日記のなんか落ちているらしいんですけど、落ちてない、来ない、あれか、あったぞ、なんだこれ、あ、違う、何にも落ちてない。さっき押し入れの中なんか光ってた？そう。でもね、ボタンが押せないんだよね。あ、上？それか。上の押し入れ？いや、でも押し入れてるそれ。だないな。あ、あるにゃ、こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。いらっしゃい。いや、これ押せないんだよね。でも押し入れてここしかないですもんね。ここしかないね。その…アイテムはね、物があれば A ボタンを…あったやった、いいんじゃ、あ、これでで、それで302見てみます。なに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 、あ、なーい、なんや、手前手前、置けよもう荷物。いつまでも売ってる。え、そんな中から出るの、どうやって入ってたんだこんな感じ。え、やばいやばいやばい、すごいすごい、手前右右コマンド入力です、手前。あ、大丈夫だ、怖っ、なんでゆっくり歩くのから。え、あ、それっす、それっす、それで、それで303号棟の集合ポスト、3号棟の集合ポストを見ましょう、下まで一回降りんのか、なんでゆっくりなんだ、あんなことかって、ようゆっくり歩けるな、ほんと。うわなんで突っ立ってんだ、なんでだ、優雅にね、歩きますよ、優雅に。あ、ウェンジさん、こんばんは。こんばんは、ゆっくりしていてください、みんなでやれば怖くない、それっす、すごい、かやちゃんの声がずっと聞こえるけど、ダンボール持ってるから、ダンボール置いてきたでしょ、あれ、なんすんの。右上を調べてください。あ、おぉ、うわぁ、うわ、いやいやいや、あ、いや、もうさ、かやちゃん、なんなん、ギャグなの。で南京錠のとこ行くの。南京錠、南京錠です。うん、1号棟と2号棟の間の通路にある。
南京錠ってそこしかなかったですよね。ああ。おちょっとここなんか光ってる。あ、電池だ。やった、電池だ。電池くれ。うわあ。惜しい。もう。冗談じゃないぞ、もう。あ、怖い。チンアナゴだね。もうね。チンアナゴすぎる。あ、南京錠こっちじゃねえや。南京錠そっちでしたっけ。どこだっけ。公園の。ああ、何か。あ、もう。なんかすごい音ですね。あー、あー、いやー、ないない、なんかすごい、すごいなんかトラップ発動されている、めちゃくちゃ。うん。なんで帰らないんだこいつ。もう。戻れ、これ奥行くなよ。ほんと。あ、でもすごい電池使いますね今回。あー、めちゃカーヤの声が。2号棟へ行きましょう。関係ないよね。もう荷物届けたら帰っていいよね、実際。もう帰ればいいのに。201号室へ。 201？ それがどっちなんだろう。分からん。2号棟かしら。2かな。2って書いてありますかね。2。あ、じゃあ201号室で。201ってこと、うん、2階？ 2 階へ。そうや ね、 ね、なんか配達員ね、荷物が届いてそれ届けたらあんなことがあったんで、いいね。てかわざわざここに来るのも大変。 201？ 201これだよ。201号室の前になんかあるはずです。で、うわぁ！冗談じゃねえ、マジ。トッシーはそういうのが好きなんだから、もう。ああ、もう。そこの部屋行きましょう。ああ。なになになに？絵の具遊び？うわぁ。絵の具遊びね。鍵があるからって行かなきゃいけねえ、ね。ちょっとこれか。配達員がここまでする必要性が本当ない。うん、リアルにあったらみんな置いてってね。部屋の中入ってきたらそういうことね、捕まるよ。そう。なんで行く。もう、電話来た、電話来た。普通に俺ピンポン怖えんだからやめて。なんやで。いけねえじゃねえかよ。これどこだ、ピンポンってなってるけど。どこ玄関。ここ待って。これトイレだよね。玄関ってこれでしょ？それです。入室後まっすぐ向かっても発生しないので若干待つ必要あり。かやこの声がするので。 あ、やった、電池。押し入れに入れます。押し入れ。うわ、怖えんだ俺、ピンポン嫌いなんだよ。カヤコの声が。怖い。なんか入ってきてない？誰か入ってきてない？押し入れ。押し入れ。怖い。はぁ、あ、はぁって急にはぁはぁ言うの。めっちゃはぁはぁしてる。なんで？どうしよう、はぁはぁしてる。え？サークル内に合わせてください。何を？え、めっちゃ怖い。急に。え、何をサークルに合わせるの？
あーなるほど。あー怖い怖い、でででで。え、ウィルト。あーえ、ダメだ。どういうこと？だからサークル内に合わせなきゃいけなかったっていうことやね。ドキドキの続きです。難しいんだよな。震えますよね。なんかあの何中に入れるの難しい。不協和音。あ、また来た来た来た。いやなんだよな俺このピンポンの音が。いやだわ。何も取らなくていいんだよね。201号室の来た。あ、来ました。あ、じゃあもう入るしかない。うわー怖いよー。今さら母言うなよこいつも。頑張れ将軍さん。パス出るよ。よしよし頑張れ将軍さん。いよいよ、いいぞいいぞ。合わせてるよ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 。合わせてる。え、こんだけ近いのに。なんでどこ行っちゃった。こんなに近いのに。見てたよね。ああ。ああ。コッシュ。YouTube 帰れ早く。早く帰ろう。早く帰ろう。時給いくらだこれ。ほんと時給1万ぐらいもらわないとね無理。何これ人形。人形めっちゃ捨ててあるけど。うわわわわわわ気持ち悪い。怖いよ怖いよ。これどうすんの。あ、もう102入っちゃいましたっけ。今さっきが102だね。あ、じゃあ、はい、どこに行くの。イベント後向かって左側。あ、もうそもそも向かって左。うん、うん、あ、待ってください。あ、電池ある。日記の断片がまずなかったから。電池じゃねえ。え、これ電池じゃねえの。あ、噛んだこれ。102号室のイベントの主人公は。うん、え、電池じゃなかったんすかあれ。焼却炉動いてるよ。このまま道なり進んでください。これ関係ないの。道なり道がないんだよな。1号棟の角を曲がっちゃえば道がないんですよ。そこ行けるんです。行けるか。あ、行けるね。じゃんじゃん進んじゃおう。進め進め。ん？将軍さん。あ、あ、こいこい。うん。ない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 。ああ。近い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 。近いわ。母言うんだ。帰れよマジで。母言うんだ。帰れ。ついてんだこれ。ああ
なんかいいのか、その呪いに触れたものは命を失う。あなた。はい。やったー。死んなっちゃいますよ、じゃねえんだよ。死んなっちゃいますよ。もういいだろ、今日はここ。もう今日はこれで。もういいっすよね。ね、結構楽しみましたよ、私たち。結構頑張ったよ。そう、将軍さんめっちゃ頑張ってくれたんで。